ルモイ市会のふるさと館ルモイ市会のふるさと館は北海道ルモイ市大町にある博物館である。ルモイ市が総事業費7億6000万円を投入して1989年6月10日に開館した博物館で建物は鉄筋コンクリート作りの地下1階地上2階建て、延べ床面積は2025平方メートルとなっている。黄金岬付近の かつては日和山や野呂次第として使われていた高台上にあり、1階の常設展示室には、二芯量で栄えたルモイの歴史などに関連する所蔵品350点が展示されていて、2階には展望ラウンジやレストランがあり日本海を展望できる。2008年10月、財政再生団体への転落回避を起とするルモイ市は2009年度からの 財政健全家計画案を開示し、年間約400万円の運営費がかかる、ルモイ市会のふるさと館について、入館者減少などの理由により廃止する方針が示された。ところが、ふるさと館の修繕費などを調達する際に発行した、被災の残高が約9000万円あり、ふるさと館を廃止すると、被災残高の一括召喚が必要になると2008年11月に、 判明したものの、財政状態が苦しい市には一括召喚ができないため、廃止から休止へと方針が変更された。2009年2月には再び方針が変更され、指定管理者制度の導入により運営費を圧縮して2009年度も開館することとなり、指定管理者には特定非営利活動法人のルモイ観光協会が指定された。 JR ルモイ本線ルモイ駅からバスで15分、北海道新聞2008年10月8日、長官、ルモイ氏が、財政再建策定時公共施設廃、休止、公園管理住民に、増税、市民に、大きな負担懇談会で、厳しい批判紛失北海道新聞2008年12月8日、長官、ルモイ、海のふるさと館、予算3割で、存続可能観光協会が、 市に提案書委託や飯用料収も、北海道新聞2008年12月12日、長官、廃止方針、海のふるさと館一転、休止日債の一括召喚できずるもいし、北海道新聞2009年2月20日長官、るもいし、ふるさと館運営継続式会議で公式に、表明、管理者に観光協会。ありがとうございます。